トヨタ自動車が発表した1月から6月の世界販売台数はグループ全体で546万7218台と1年前より 31% 増加し過去最多を更新しました。フォルクスワーゲンの497万台を上回り2年連続での上半期の世界首位が確実とみられます。北米や中国で新型車の売れ行きが好調でした。